はい、皆さんチェース無名です。今日もね、楽しくショートラ実況やっていきます。というわけでね、ちょっとね、録画ボタン押してなくて、なんか全然録画できてなくて、俺が一人ごと喋ってたみたいなね、わけわかんない、なんか寂しいやつみたいな動画になってたんで、はい、ちょっとね、あ、ゴレ、ちょっと待って、ゴレ、何してんあいつ、なんかどんどん下がりやがって、あ、全然強くねえじゃんこいつ、ちびくろ、やばい、攻めよう。ちょっとね、鱗粉がうざいんで、ガンガン攻めていきたい。ちょっと、イカズチ打てよ、お前、味方苦しんでるんだろ、おい、使えな、ゼウス。いや、本当にゼウス使えねえじゃん。いや、ほら、こういうね、鱗粉使って後ろでイモルみたいな。やだね、本当に。キャラ強い方が勝つ。そういうゲームだな、これ。いや、やってらんねえよー。毒持ってるし、相手。はい。これで、なんとか、頑張ってくれ。これはもうなんかドローな気がしてきたな。よくて、騎馬兵のワンパン入れて勝つみたいな。いや、きつ。頼むぞ。こっからは、後ろはマタンゴ、毒入んないんで。で、こっからね、相手結構コスト使ってくれたんじゃないかな。騎馬兵出していきます。いや、マタンゴ怖えな、これ。索敵が広すぎるんで。もうちょい早めに流れてくれ。よし。はい、入った。イエーイ。やったぜ。らーっしゃ。よっしゃ。やっぱ騎馬兵強え。騎馬兵強え。補欠にしようとか思ってたけど。いや、なんかソロは全然強いね。なんかマルチはいらないかなと思うんですけど、ソロは全然強えわ。騎馬兵。こういう時に勝てるんで。いや、最高な勝ち方した。フェアリー使ってなんか、後ろでガンガン回復する人に勝てるって本当に嬉しいっすわ。じゃあさっきね、2000やってね、そっちもやったんですけど、取れてなかったんで、ちょっとリプレイの動画になっちゃうんですけども、まあ見ていただけたらなと思います。それはね、さっき、俺が、昔動画投稿始めた頃ぐらいの俺をちょっと見てたんですけども、いや気持ち悪いなみたいな喋り方が、今も気持ち悪いと思うんですけど、なんか当時はなんか生きった小学生みたいな。うん、チェース無名ですみたいな。ちょっと表現が下手くそなんだけど、自分を表現するって難しいな。そんな感じでね、なんかダメなやつみたいな感じだったね。とりあえずね、これが一番最初の試合ですね。R8 さんと戦ってね。こっちは迎撃結構多めに引いて、まあ、これね、進撃全然引けなかったんで、5回シャッフル回してこの札だったんで、まあ、戦い方としては、迎撃でまあとりあえず見て、で、そしたら、ヒュドラの首と、トレントでね、進撃がこれしかないんで、ヒュドラの首とトレントしかいないんで、この2つで、まあ軸に戦おうかなみたいな。で、やっていきましたね。で、跳ね返しが結構イカに刺さって、相手はね、剣士しかいなかったんで、これはイカ引き寄せられますね。で、これ大砲撃ちます。大砲撃って、吹っ飛ばして。で、ヒドラも出てきたんで、あ、これいけるなーって思って、ちょうどいいんで、相手の剣士に合わせてヒドラにトレント重ねます。普段はね、トレント、後ろ側に出すキャラなんですけども、イカの射程があると、まあ、どうしても、きつい時あるんで、で、きついっていうか、当たるんで、普通に。イカセミのスキルは貫通しないんですけど、なんだ。貫通とか射程とか長いんで、そしたらね、重ねて食らわない方がいいかなって思ったんで、ヒュドラも貫通するわけじゃないんで、攻撃がね、スキルとか再生だし、貫通しないんで、まあ、ヒュドラとトレント重ねた方がいいかなみたいな、そういう風に考えて、で、ここでね、ヒュドラは、死なせたくないので、ケルベカなんかで、こうやって援護して、再生してもらって首を飛ばすように戦ってます。ただね、全然再生しなかったな。これもう3回再生したのか覚えてないけども。で、ここまで来たら、相手アシュラ持ってるんで、まあ、気をつけて戦いたいんだけど、それ忘れて普通にケルベとか出してて、で、そんで、コロポックル、3体ぐらい出したかな。とりあえずワンパンを入れに行ってますね。で、入んない、なぜか。これはあれなのかな、窓切れのせいなのかな。
マヌケ、あ、入った入った。そしてコロポックルを打って、で援護射撃、援護射撃、剣士とトレントで、城を殴りに行って、後ろでねこうやってカバーする、そういう勝ち方してましたね。まあ、これ結構相性ゲーだったな。これ全然俺の方が有利ですね。相手イカで、まあ足蹴りがないからああいう風に引き込まれるしみたいな。しゃあないし、相手はちょっとかわいそうだった。かわいそうだった、申し訳ない。はい、次の試合ですね。次の人がノリオさん、ノリオアットノリオ、ノリオアットノリオさん、すごいですね。で今回のねこの札は大型がいないんですよ、2体目の大型が。で、オークリーダー、これ見えなかったんですけどね、対戦するときはオークリーダーってこと分かんなかったんですけども、まあ、序盤に結構多くをガンガン使ってくるんで、あ、これリーダーが多くなのかなっていう風に、ちょっとね推測はしてたんですけども、まあ予想通りオークリーダーでしたね。で大型とりあえず銀行で出して何持ってるかとかちょっと見ていけたらなと思う感じで出してます。ほら多くを出してきましたね。多くを出してきて、でバーが結構長いんで、あ、これリーダーかなみたいな思いました。そんでワイバン、ここワイバン来たんで、あ、もうダメだと思って、もう対空がないんで、しかも大型も2枚引けてないし、もうここで雪んこ出して、雪んこ出して後ろはね処理しようかなと思っております。大型が2枚持ってればもうワイバーンいようがなんだろうが本当にご両してもう攻めればよかったんですけど、大型2枚いないとさすがにね相手が2枚引いてた時にカウンターされるのがきついんで、ワイバーオークで相手太っちょだったかな。とりあえず3枚見えてるんですけども、残り大型2体と1つなんか中型がいるって考えると、まあそんな攻めらないんですよね。ほら太っちょ多くって考えるとみたいな。で俺がケルベ出して、でだんだんね上に流してくるんですよ。ほらこうやってね、ワイバーンでワンパン狙ってイモルみたいな、そういう戦法の人だったんで、でここでゴレで、ここのゴレだとさすがにね引き込めないし、まあ大砲打って1体目は処理するけど、まあ、コストがね、まあなくはないけど、あるわけでもないんで、あ、これドローかなって、これ、残り1分20秒。で、大型、これが1体しかいないのか、2体いるのか分かんないんですけども、で、ここでワイバーンが来たんで、とりあえず見てるんですけども、こうやって壁を出して見てるんですけども、いや、ここら辺でもう、あ、無理だなって思ったんで、とりあえず、これ、ここ、こいつは3体目なんで、大砲撃って落とすんですけども、ここで4体目、ほら、こうやってワンパン狙って、ワンパン入れて、イモル戦法の人だったんで、とりあえずね、これはシャーなしというわけでね、別にもうゴレは相手しないです。ゴレは相手しないで、こう取らせます。で、取らせて、取らせていこうかな、みたいな。ワイバーンにはこうやって、トレントぶつけて、で砦を守るトレントの出し方して、しかも相手ほらこうやってねワイバーンと騎馬兵と、これワンパン狙ってああいう風にゴレとオークでイモルみたいな戦法だったんで、もうなんか嫌だったんでね、正直結構なんかやってて嫌だったんですね。これ楽しくない、多分俺が今ねユキンコとかね引いてるからね、多分相手にしてもな、うわダリーナとかと思ってると思うんですけども、ワイバーンでワンパン入れてなんか勝とうとするみたいな、そういう戦法あんまり好きじゃないんですよね。やっててもなんか やられてもあんまつまんないんで、まあ、こうやってシャアなし、もうドロー前提で戦ってました。ここら辺はシャアなしですね。これがワイバーンじゃなくてワイバーンいたとしてもだけど、大型2枚引いてた時とか相手がワイバーンじゃなかったら結構ガンガン押していけたと思うんですけども、まあ、これシャアなしかなって感じの試合でしたね。でとりあえず3戦やってみて、カニのリーダーって結構跳ね返すんで、まあ、強いんじゃないかなって思ったんですけども、いやー最近になってね銃剣士が結構強くなったんじゃないかなって思うんですよね。銃剣士強いね確か。修正入ったよね確か。なんか火力がなんか止まってる時のスキルと走ってる時のスキルが一緒になったとか言ってたかな確か。銃剣士俺孵化させてないのか、孵化させてないんですけども、で雲の情報が来たよね確か。で俺攻撃と体力は、フルにして、団子フルにして、防御は3回まで振ろうかなみたいな考えております。であとね、皆さんなんか質問とかあればちょっと聞いていただけたらなと思います。あと俺は質問コーナーのあれをやんなきゃいけないんで、はい、ちょっとねいろいろやることあるんで、ここら辺で今回終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。